投手から奪ったレフトスタンドに巻き込んだあのサヨナラ逆転ホームランを私どもは忘れることができません。今シーズンはその16本のうちの5本のホームランを放ってファンを大いに増進させてくれました。甲子園の春団地がこの場面で登場してまいりました。さて第1球です。トライ決まりました。ワンナッティング。バース選手が川藤のためならば一塁のポジションを今日譲ってもいいと申し出たそうです。しかし川藤選手の最後はやはり彼らしい一振りで終わるんじゃないでしょうか。代打で起用されまして川藤、その胸襟を去来するものは何でしょうか。昭和42年若狭高校からこの阪神に入りました。決して恵まれた選手のいわゆる日の当たる道を歩んできた人ではありません。しかし今川藤さんのお父さんの姿がご覧のように見えています。お父さんの気持ちはどうでしょうか。その川藤工場、給料はなくてもいい、もう1年野球を続けさせてください、その申し入れがファンの気持ちを大いに熱くさせました。その川藤工場が背番号4番のユニフォーム、ファンの皆さんに見せる最後の晴れ姿、最後の花道であります。それぞれ胸に熱いものを感じながら、今日の甲子園のお客様はこの川藤に対して熱心な、そして熱い声援を打ち付けています。打った、セカンドゴロ、一塁はアウトです。川藤、さあこれが代打であの守備に入らないとしますと、入らないんでしょう。お父さん、今息子構造の最後の打席をしっかりと両の目で見届けました。ありがとうございました。川藤選手ご苦労様でした。19年の野球生活、川藤選手の活躍に対して野球の素晴らしさを改めて教えてくれたその人、川藤構造の最後の打席、おそらく長い間野球ファンの皆さんの間で語り草になることでありましょう。この人川藤、その最後の打席をファンの皆さんはしっかりと今記憶に焼き付けられたことと思います。その川藤にファンの皆さんからも本当に川藤選手ご苦労様ありがとうという気持ちのこもった花束が贈られました。吉田監督も出迎えました。ついに川藤選手が甲子園を去る日がやってまいりました。いつかは迎えなければならない辛い、そんな日がこの最終ゲームでした。もう一年やってほしい、そんな選手会からの申し入れもありました。しかし川藤選手は彼らしいセリフ、男のけじめをつけたい、その一言で今シーズンを限りにユニフォームを脱ぐことになります。川藤が泣いています。